1880年の広島市地図。上方に唯一ある橋が神田橋。1945年米軍作成の広島市地図。神田橋コンクリートが確認できる。1945年被爆後の広島市。上地図と位置を参照。落橋していないとわかる。神田橋は、広島県広島市の京橋側に架かる道路橋。下流側に、側道橋を併設している。広島市道東4区2号線筋の橋。橋名の由来は、下記歴史参照。右岸側は、市内でも有数の桜の名所であり、下流側に東部河岸緑地が広がる。江戸時代からこの川に架かる橋で、その後数度架け直されている。上流に、水道橋、広島県道37号広島3次線の牛田大橋、下流側少し離れた位置に、JR 山陽新幹線及び、山陽本線の鉄道橋がある。なお、市内には、浅南区安古市町にも神田橋があり、そこから撮られた原子爆弾の原子雲の写真が資料として残っている。文亀3年、統治を治めていた、安芸武田氏当主、武田元重が、祖国甲斐国から、佐藤銀山城の守護神として、神田八幡宮を勧進、安芸郡、牛田村の現在の東区スポーツセンターあたりに、放遷した。その後、安芸武田氏が滅び毛利氏統治の時代に入ると神社は一時、荒廃したが、毛利輝元により再建されるも、福島正則統治時代に入ると再び荒れてしまい、それを見かねた村民の手により再び再建された。元和5年、広島藩に浅野長晟が入藩すると、福島市とは逆に神社は手厚い加護を受けることとなった。寛文4年広島藩浅野市2代藩主、浅野光明時代に神社への参道筋して木橋が架橋された。これが初代の神田橋であり、橋名の由来はこの神社から来ている。江戸時代当時は防犯上の理由により橋の架橋は制限されていた。東西に貫く主要ルートである西国街道筋の橋と北へ向かう雲石街道筋の橋と城下には8橋しかなく、神田橋はその中でも最も長い60間の長さを誇り唯一街道筋ではない橋であった。なお、元禄5年日蓮宗藤伏派禁圧以降、浅野家は天台宗に改宗し菩提寺を牛田の日通寺に変えたことから、広島城から菩提寺へ向かう参道筋にあった唯一の橋でもあった。また、この橋の東南東方向にある双葉山は、広島城から見て、牛虎方向にあたり、広島東照宮や二木神社などの寺社が建立されたが、この橋がそれらの参道となったかどうかは不明である。文化文政時代には地名を取り、牛田橋と呼ばれていたこともあった。また、藩政時代において洪水が多発した、当時の大田川流域で落橋の被害に遭っており、記録に残るものでも、寛政8年、嘉永3年に被害に遭っている。また老朽化により数度架け替えが行われた可能性が高いが、その記録は不明である。なおこの神田八幡宮は、神田山や戦前この付近の京橋川が、神田川と呼ばれていた由来でもあり、明治期に宇品に移転し現存している。明治に入ってからも永久橋化はされず、木橋として存在、また近代に入っても、洪水被害により、落橋している。1919年1923年と、短期間に2度も風水害により、落橋したため、1926年鉄筋コンクリート桁橋に永久橋化された。1945年8月6日、原爆被災。爆風方向にかかっていたため、白島寄りが部分陥没して渡るのに少し危険な状況であったが、落橋はしなかった。そのため、上流側の公平橋とともに、市内から郊外への避難経路として使用された。南側の白島町は全滅、南詰めにあった民家から出火し、町内全域全焼している。大田川に浮かぶ死体が満潮時に上げ潮に乗って、この付近まで流れ着いた。その後の風水害により、橋脚一基が沈下したため、1962年、現在のものにかけ直された。1991年4月12日に、歩行者専用の神田橋歩道橋が開通。1930年代、神田橋の上流側にある水道橋も古くから存在していた。初代の水道橋は1897年4月19日、着工、同年7月29日竣工。市内最古の浄水場である、牛田浄水場建設の際に作られた水道橋であり、もともとは大日本帝国陸軍第5師団司令部や日清戦争時に広島大本営が置かれた旧日本軍の拠点、広島城へ上水を送る広島軍用水道の水道管だった。竣工当時の諸言は以下の通り。現在、水管橋は役目を終え撤去されている。現在牛田川には神田橋水管橋跡があった場所だと示す説明板が設置されている。ありがとうございます。